皆さんこんにちは。パステルパレット丸山綾役の前島亜美です。ガルパとゾンビランドサガリベンジのコラボを記念してコラボイベントの見どころを解説していきたいと思います。まずですね、今回のコラボイベントのあらすじを紹介したいと思います。佐賀県のお祭りでライブをすることになったパスパレ、初めての地方遠征に気合十分な一同だったが、思いもよらないとんでもないトラブルが発生してという話になっております。いや、どんなトラブルなんですかね。今回のコラボイベントで私の演じているあやちゃんの見どころは、どんなことがあっても絶対にめげない、諦めない、いつものフレーズなんですけれども、今回もですね、頑張り屋さんのところがとっても見どころになっております。人向きに頑張る姿でみんなに勇気を与えてくれる、そんな存在になっていると思います。そしてですね、あやちゃんの特訓イラストこちらになります。かわいい。こちらですね、フランシュシュの源桜をイメージした衣装になっているんですけれども、あやちゃんというかパスパリにしては珍しく、インナーのシャツが黒が入っているんですよね。今まではこうパステルカラーの柔らかいお洋服が印象的だったので、あやちゃんがちょっと黒を着ているという新鮮さもあったりしたので、皆さんぜひぜひこのカードイラストもゲットしてみてください。そんなあやちゃんは今回ガチャで登場するようです。皆さん一緒に頑張って回していきましょう。さて、そんなゾンビランドサガリベンジコラボは6月20日日曜日15時より開催です。私自身もとっても楽しみなので、もう15時まで待機して一斉に、プレイできたらなというふうに思います。どんな時でもめげずに頑張るパステルパレットを応援してください。ということで、コラボイベントどうぞお楽しみに。